こんばんは。今回撮影中見たよって二人で行ってきました。子供食堂に。はい、どん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 見てください。なんかあの YouTube 公式のさ方がさ、 HKT の公式で載せてたさ、 Twitter のあれなんかリンクがね間違ってたみたいなので、多分今は正しいのはちゃんと載ってるんで、そうそう、どん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 見てください。カレーめっちゃ美味しかった。なんかやっぱ給食のカレーって感じ、甘くて。なんかさ、ここだけちょっとさ毛が太いのも気になる。なんか前髪とはね、こういううまくいかないもんなんです。まあまあ前髪切ろうかな。なんか微妙な長さ。そう、生誕祭はさあちゃんが出てくれます。今日発表されたんだ。そう、さあちゃんが出てくれます。私の生誕祭は早い、やばいよね。あと少しで1年の半分が終わろうとしていますっていうのにすごく驚き、ね、明日から6月やばいよね。普通に考えてさ、明日から6月なんだっていう事実に追いつけないね。あの生誕の受付も明日からなんで、コタロいないな今日。あ、リノさんがショールが藤子ちゃんの話してた。なんだろう。え、マジ見来てね、みんな生誕祭。ちょっと今日早めに終わって宣伝でもしときますか。
てください、ぜひぜひ。そう、私の生誕祭、さあちゃんが出てくれますので、なんかさ、マジどっかが変、この毛がさ変なんだよ、ここの毛がいらない、なんかそもそも今日の前髪おかしいんだけど、おかしいなんだけどね、で、ひげでください。明日の朝一でさ、投稿しよう。カラコンつけてない、なんかつけようと思ってたの、でも今さっきまでめっちゃ今さっきまでめっちゃなんかなんだろう、普通にお出かけしてたからもういいやと思って、明日つけてそのまま劇場行ってメイクしてリハして、なんかさ最初ってやっぱ慣れないからやめた方がいいらしいけど、その長時間つけるのも嫌と思って、そう事務所行ってもつけれない可能性大なんで家でつけてって、美容室予約してさ、なんか今さ、前髪を薄くしようと頑張ってるからさ、なんか前に薄く前髪を私がね自力で薄く伸ばしてて、ここの毛伸ばして頑張って髪の毛を育成してたら、その前髪もいい感じに、前髪をいい感じにこうやって伸ばして、ここね今伸ばして薄くしてって頑張ってたら、もうバッサッていかれちゃったのね、なんか私のこの伸ばしてた部分をなんかこうやって伸ばしてこれあるじゃん、こうしたらこうバサッていかれちゃって、結構悲しい思い出があるので、と今回はバサッていかれない、まあ、髪の毛の長さは全然変えない、伸ばしてないから今は、そう巻き髪していい感じになりたいから、巻き髪にしていい感じの長さになりたいから、そうだから前髪は何もしないでくださいって、自分でするんでしないでくださいって言っとこっかな、なんかいつもねそこの私の美容室はの人はなんかこの薄くするの概念が私と違くて、私はここのもう縦の幅を少なくして薄くしたいんだけど、その人はなんかすきわさびとかですくすいて薄くするあれだから、そうなんか薄くするの概念、薄くする仕方の概念が違くて、そんなことはね、いいんですよ。なんかもう前髪めっちゃ気になっちゃう今。小太郎ね、今何してるかな。明日のユニットなんだろう、なんだと思う明日は。今のところ2つできるのね、やったのさあ、ボーテンと初日にやった星
なんでしょう明日は。まあ新しいのやるかもしれないし、普通に今までやってたやつをやるかもしれないしっていう感じですけども、明日の髪型はどうしよう。明日何か、髪型決めよう今日。何がいいかな明日。何がいいですか明日は。何しよっか。誰かとおそろうちおそろしまくり星人。うん、そうだね、生産性とかもない方がいいか。やっぱ似てるでしょかな明日。あ、でもこの前もアホ似てるみたいな下ばっかり。ハーフ高めのハーフとか、ハーフにしよっかな。三つ編みアユのハーフアップ。え、何しよっか明日。何がいい。あ、羊もいいよね。え、そう羊も考えてたんだった。でもアップ系が良くて、髪を上に上げたい。うん、何しよっか。ハーフアップでもいいけど。でもなんか自分あんまり上げてるのよりね、絶対ね、上げてるのより絶対下ろしてた方がね、自分的には似合うなって思った。下ろした方が自分的にはまあ似合うかなって思われます。何しよっか。下ろしてる方が似合うと思う、私的には。自分なんか寂しく感じる。でも今は暑いから、暑さ重視でいくと普通に でも生誕で巻き下ろし系はしたいから、なんかポニーテールのでアレンジとかできない。ポニーテ系でなんかこの前のオニオンみたいな感じで、なんかユニットとかにも合わせてさ考えたいけどさ、今言ったらさ髪型でさ分かっちゃうよね。なんとなく明日に、あ、647日、ちょっと今日早いけど終わります。まあまあ明日の髪型は明日に決めます。なんかめっちゃやばくない、唇の色血色なさすぎ、びっくり。
13位あきちょさんありがとうございます。12位ちゃんとくさんありがとうございます。11位まっくんさんありがとうございます。10位グフさんありがとうございます。9位ポンポン丸さんありがとうございます。8位キャノシーさんありがとうございます。7位カベチョロさんありがとうございます。6位カンさんありがとうございます。5位ポテチーさんありがとうございます。4位ウッチーさんありがとうございます。3位村吉さんありがとうございます。2位ワンタンメンさんありがとうございます。1位ただの魚さんありがとうございます。ありがとうございます。明日の公園行くねって、そう明日は明日から2日間公園です。そしたらしばらく公園があんまりないので、その来週はじゃあね、おやすみなさい、さよなら。